はいどうも、ハニチマンは高丸かまるです。伝説のサフィー続きやっていこう。前回はここ空の海の宝を全部集めたところで終わったんだよな、確か。でいよいよこちら最後のステージ、展開のお宝6個だね。まあ、とりあえず今回のパートで半分の3個はね見つければいいかなって思ってんだけど、さてどんなんだったっけな。キョロスケ、なんかヒントちょうだい。しっかり宝物探してるか、おめえ。んじゃ、俺様の下にある封印ブロックくらい見つけてるよな。もちろんだよ。見えてるよ。あ、こりゃすぐね、見つかりそうだね。よいしょー。とう。はい。ナマズボート危ねえ。うわあ、危な。いろいろ危ねえな。はい。よっと。これぐらいなら、早く、危ねえ。しっかりと真珠集めていかないとね。写真もね、全部揃えたいからね。おう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 おお。すごいギリギリギリ。よっしょ。よっしょ。はい。結構これ長いパターンか、もしかすると。はーん。あ、そうでもないけど敵がいる。よっしょ。この先。あ、出たこいつ。今だめ。あぶね。どの辺か。まだいけるな、まだいけるな。あ、何あの青い敵、可愛いんだけど。ここは陸地だから、まだいけるな、まだいけるな。よし、ここら辺だな。どこまで近づいてくんだこいつら。こういうパターンか。よいしょ。やべ、危ねえ。さあ来た。これ一直線でいいのかな。やべ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 。この辺、この下だと思うんだよな。おーい、あー真珠だけか。でもしっかりと集めとく。よーし、とりあえず戻ってきたぞ。しっかりと、あと5個だったか。まだいけるね。この辺だな。こういう風にね、結構広いスペースのところで隠れるとこがあったらいいよな。とう。あ、あった。くそ、もうちょっとだったんか。つまんないところで止まってしまったな。さて、早速1個目のお宝。車のおもちゃか。さてと、今回集めた真珠は40個か。5426。6000だもんな、次。さて、今度はどこにあるんだ。キョロスケ教えてくれ。おーぐらいなんか逃げたって、またぶっ倒せばいいじゃねえか。おめえに任せておくぞ。でも奴がいた部屋のそばに封印ブロックがあったぞ。教えてやるから、先にこれ様を探せよ。いや、先に行けよ、お前。この上は、あ、また寝てんのか、お前は。あ、王子、オーグラが逃げました。オーグラは、また王子と対決したいって言ってましたが、オーグラ、負けず嫌いです。もう知らない。知らないじゃねえよ、てめえ。くそ、役立たずめ。あ、ここのことはなんか教えてくれるか。大蔵を探してるのか。俺様が近くまでついていってやるぜ。途中の怪しい扉も次に調べとけよ。今行くのか。行くよ。大蔵をやっつけるなんて、おめえでも余裕だろ。任せたからな。あ、この上行ったら大蔵と戦えるってことか。とりあえずはまず俺は封印ブロック、とりあえずね、封印ブロックの中にある、あーん。はい。あ、あぶねー。あと2回でもう死ぬもんな。こっから慎重に行こっかな。慎重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 。あ、あっつい。あ、やべ、ちょっと出遅れた。とりあえずこの辺にしとくかな。まだもう一個あったかな、先に。
なさそう、確か。よしよし。よし、ないね。進んでけ、進んでけ、進んでけ。これはさすがに危ねえ。あ、あ、行き過ぎた、行き過ぎた。怖っ。よし、いいぞ。マーメイドさん、ありがとう。お宝見えてんだけどな。まだあんのかー。おい、ええやん。くそ、貴様よくも。危ねえ。ちょっと浮くんだよな。はい、いた。多分この先にまだあった。多分この次が長いとこなんだろうな。よし、ギリギリ通ったぞ。あ、まだあったよ、まだ。くそったれめー。なんだあのヘビは。あ、もったれ、あ、出遅れた。いた。くそ、ここが限界か。ジャンプで避けようとしてもあいつ飛んでくるからな。まだあるか。なさそう。一旦戻ろう、一旦戻ろう。よしよし。ほーい、よし。いけるいけるいける。まだあったか。くそ、あ、こうだな。くそ、腹立つわこの敵。よっと、トン。よしよし、まだあるんだよな。よいしょ。多分この先が長いんだよな。よし、いいぞ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 。よし、オッケー。よっしゃ、お宝。へえ、これで二つ目だな。これは、あー、うん、真珠がねー。さて、さっきはオーグラの手前のところだったから、他にもあんのか。おめえにまとわりついてくるでっけえ目の魔物がいたよな。あの部屋に3つの扉がある。どれでもいいから入ってみろ。なるほどね、2つだからあいつは無視していいや。3つっつってたからどれかなのかな。まだだった。とりあえず上は何もなかったから、左上はね。よし、ここら辺だな。どれでもいいから入ってみるーっつってたから、2個目ゲットしたから3つ全部にありそうな気がするんだけどな。おいしょ、おいしょ、あっ。で、残り1個がオーグラが持っているっていうことでいいのかな。ん、はいはい、よしよし。とりあえずしっかりと真珠集めて体力も回復しないとな。はーん、封印ブロックが見当たんねえな。なかったっけ。とりあえず先に進めばあんのかな。いた。うん、あ、あった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 。うん、比較的に場所は見つかりやすいな、展開は。お、なんだこれは。よくわかんない結晶みたいなの。あー、ちょっと紛らわしい。なに、なに、いた。これって先端はドリルだから敵倒せるんだよな。ちょっと気持ち悪いなあれ。あー、行き止まりっていうパターンだよね。でもこれ時間が経てば結構スピードが速くなるからさ、気持ち悪い。なんだあれ。これ通んの、通れる。はい、おー、通れる通れる。ここもなんか行き止まりっぽいけどな。まだ行けるか、行けるか。だよね、行き止まりだよね。くそー、このひし形のやつ何なんだよ。目がチカチカするな。やばい、早くなってくれ、早くなってくれよ。おーいよー、まだ行けるな。この早い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 、はい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 。なんだろう、近づいたら逃げるし。おっと、下かな、これは。下行って、早い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 。上、危な。
よっしゃ来た。なんで宇宙？よいしょ。はい。いた！当たるんかい。よっしゃ。はい。これはダッシュで行きゃいいんだよな。なんだこの気持ち悪い鶏は。邪魔邪魔。邪魔。さあ、おーい。あ、よし、オッケー。はあ、当たる。まだいけるな、まだいけるな、まだいけるな、まだいけるな。真珠取りたいよ。はあ、この先まだか。あったー。よし、オッケー。これで3つ目だな。これで3つ目か。早いな。さーて、真珠は43個。まだまだだね。6000ぐらいいけないかな。時間がまだまだあるから、あと1個ぐらい見つけるか。さーて、ここいた。あ、そうだ、これずらすっていうパターンだっけ。見た目頑丈なんだよな。普通にスライドで動かせるっていうな。初めこれ見た時なんか積んだのかなと思ったら、もう壊せないし。いた。やべ、体力がね。あ、ちょうどいいや。しっかりと回復して。うわー、電気クラゲいた。なんで斜めになった。この先に封印ブロックがあるはず。よし、この扉のどこだ。あれ、なんかさっきの構図となんか一緒なんだけど。あ、でも違うな。なんだこの目玉親父みたいなやつ。はっ、倒せはできないんだよな。よいしょ。はっ、あ、ダメだ。これビームに当たってなければここにいても大丈夫なんだよな。あー、なるほどね。いた。これしゃがめない。あ、いた。痛めない。死ぬ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 。あぶねー。え、あー、よしよしよし。地味にうざいなこれ。いけるいけるいける。で、ここで待つ。真珠も集める。いた。ああ、はよしよし。今度はしっかりと、下のタコが腹立つな。なんか地味に。よいしょ。はトゲが多いね。進め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 。あ、これね、ここなんだ。この扉ね、さっき入ったとこなんだよな。よし、じゃあこの先に。え、ね、ね、え、これどれ。あ、まだあんの。はい、いた。いった。あ、入っちゃった。あー、なるほど、不正解ってこと。え、まだ先にある。え、なにこれ、めっちゃ扉あんじゃん。どれ。あ、入っちゃった。あー、これ入んないようにするっていうパターンか。逆に、あ、これ入っちゃうな。あー、入っちゃった。何この地味にイライラする仕掛け。はー、あ、はーん、はーん。あ、くそ。よいしょ。あ、あったー。これどうすんな。はいはい。あ、うわー、やり直しだん。これスピンアタック、壁にぶつかった反動で進むっていうパターンなのかな、一番最後のやつは。あ、もしかするとこの敵じゃないか。はい。あ、入っちゃった。うわー、めんどくせ、非常にめんどくせ。いた。あ、
体力もやべえんだけど。はあ、当たっちゃうのかい。とりあえず一旦待つ。よしよし。まあ一応ね、倒し続ければいつかは回復するはずなんだけど、取れない。ここよ。はい、はい、いけた。よし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 。あー、何ほんとこのイライラするギミック、初めてなんだけど。ああいうの。さて、しいたけ。あっぶねー、体力1なのにニコニコしてるんだけど。さて、5511、まだまだだよな。じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしようかな。次回は真珠を集めつつお宝も集めてオーグラと戦うってことでいいのかな。